ここは巨大な書棚に、あれは天球儀のようなものかしら。いにしえの錬金術師どもが作った夢の跡といったところか。お前は黒装束に仮面出やがったな。はじめまして、特務支援課の諸君。どうやら余計なものが一人紛れ込んでいるようだが。自分はただのサポートです。気にしないでください。まあいいだろう。お初にお目にかかる。陰というものだ。まずはここまで足労を願ったことをねぎらう。なあ、ずいぶんと引きずり回してくれたもんだな。ちなみに塔にいる奇妙な魔獣はあんたが用意したものなのか？あれは元からこの塔の中に徘徊していた。腕を握らせないよう歯応えのある狩り場を探してこの塔を見つけたのだが、なかなかどうして面白い場所だ。あんたの仕業じゃないのか？まあ、個人がどうこうできるものでもありませんし。さて、いろいろと疑問はあるだろうが、まずはその前に最後の試しをさせてもらおう。どういうつもり？弱き者に興味を持つ。お前たちが我が望みにかなう強さを持っている。その目で証明してもらうぞ。多勢に無勢と言いたいところだが、気をつけろ。こいつ凄まじく強いぞ。どうやら手加減する必要はなさそうですね。ええ、全力でいきましょう。それでは行くぞ。
凛の力見せてやろう。もらったぜ。私の番ね。付き合い、シュート。私の番です。行きます。はぁ、行くぞ。やっと行くぜ。面白い。砕け散れ。行くぞ。セイハッタ。そこだ。俺の番だな。私の番です。ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。エーテルバスト。ここも敵集団撃破しました。疲れました。でもこれでなんとか。いやダメだ。そちらの彼はなかなかできるようだな。戦闘中に分身だけ残してそこで高みの見物ってわけか。恐ろしく腕が立つようだが、あまりいい趣味とは言えねえな。気に障ったのなら謝罪しよう。しかし戦闘中に私の動きを見切れるとはなかなか大した動体視力だ。ま、これでも実戦経験はそれなりに積んでるんでね。それでまだやんのか。まあいいだろう。あんたの強さは本物だ。今の俺たちじゃ勝てないだろう。そんなあんたが俺たちに何の用だ。ロイド・バニングス、うすうす見当はついているのだな。どういうことですか。お前のことは調べている。どうやら捜査官としてそれなりに勘が働くようだな。ならば私の要件もわかるはずだ。ああ、そうだな。あんたの要件というのは、
最初にアルカンシェルのイリアさんに宛てた脅迫状、それについての話だな。その通り。ではその脅迫状の何について話があるというのか。それは脅迫状を送った人物。それはあんたじゃないんだな。どういうことだ。まさか。その通り。あれをイリアプラ邸に送ったのはこのインではない。私の名を語る何者かというわけだ。やっぱりか。捜査をしている最中、どうも違和感があったんだ。伝説の教主、東方人街の魔人。調べていけば行くほどその存在感は強くなっていった。だがそれに比べて最初の脅迫状は何というか、イリアさんがいたずらだと決めつけてしまうくらいに。その通り。イリア・プラティエは天才だ。おそらく直感的に脅迫状が本気で自分を狙ったものではないと気づいたのだろう。だが、ならばなぜあんなものがアルカンシェルに送られたかという話になる。その、よくわからないんですけど。それこそ、アンチあたりのただのいたずらじゃないんですか。いや、インがこのクロスベルに来ていることを知っている者は限られているんだ。ヘイユエ、ルーバーチェ、捜査一課、あとはその関係者くらいだろう。なるほど。そうなると確かにいたずらって線はなさそうですね。そう。だが脅迫状一つでアルカンシェルが新作の公開を中止することはありえない。さらに名指しでイリアを狙うと宣告したことについても不可解だ。その結果、捜査一課の介入を招き、イリア周辺の安全に関しては万全の体制が敷かれることになる。それこそ舞台中に狙われても未然に防げるくらいの。ということは、脅迫状を送ってこの状況を作り上げることで何か別の狙いを達成した。あるいはこれから達成しようとしている。その可能性は高いよ。改めてお前たちに依頼する。我が名を語ったその何者かの企みを阻止してもらいたい。
何？おいおい、何虫のいいこと言ってやがる。そんなことを言っていいのかな。その誰かが何を狙っているのか私にも見当はつかないが、ろくでもないことであるのは目に見えているのではないか。ち、確かにその可能性は高そうね。でもどうして私たちにわざわざそんな依頼を頼むの？あなた自身がやればいいのでは。こう見えても私はそれなりに忙しくてね。例えばルバーチェ殿の相手とか。やっぱり兵友に協力してマフィアと暗闘しているんだな。俺たちクロスベル警察が手を出せないことをいいことに。そう怖い顔をするな。ギルドも面倒だし、一応民間人を巻き込まぬように配慮しているさ。もっとも、ルバーチェの方がそこまで首相かどうかは知らない。お前。いずれにせよ、我が名を語って勝手なことをさせるわけにはいかない。依頼を受けるか否か、答えてもらおう。わかった。あんたの頼みに応じるわけじゃないが、真犯人の企みの阻止には協力しよう。それでいい。どうするんですか？いつ誰が何をしようとしているのか全く見当もつかないというのに。いつというのは心当たりもある。もしその真犯人がアルカンシェルに関することで何かを仕掛けてくるとすれば、本公演の初日かプレ公演だろう。本公演の初日と
プレコエ。そいつは同感だな。やっぱり最高に盛り上がるとしたら本公演の初日になるだろうが。関係者一同が招待されてお披露目をするプレ公演も格好のターゲットというわけね。その通り。お前たちに頼みたいのはその両日における警戒活動。捜査一課が裏をかかれた時のため劇場内を密かに巡回するということだ。そしていざ何かあった時は迅速な対処をしてもらいたい。勝手を言う。けど筋は通ってるみたいだな。アルカンシェル方面に頼めば劇場内の巡回は問題なさそうね。問題は一家の目をごまかせるかくらいだけど。そうですね、見つかったらつまみ出されそうですし。まあ出たとこ勝負でなんとかするっきゃないだろう。引き受けてくれて何よりだ。それでは私はこの辺りで失礼しよう。朗報を期待しているぞ。ね、ちょっと。逃がすかよ。どうやら屋上にある鐘楼部分みたいですけど。野郎、どこに行きやがった。ティオ、サーチしてくれ。はい、行きます。え、何か分かったのか。地上のあたりにわずかに反応がありました。どうやら直接ここから飛び降りたみたいです。な、そんな。ち、化け物かよ。なんていうか、皆さんとんでもない奴を相手にしているみたいですね。皆さんお疲れ様です。本当だったら自分も協力したいところなんですけど。ううん、塔の探索を手伝ってくれただけでも十分よ。そうそう、正直助かったぜ。
そうですね。ここまで送ってくれましたし。総長、本当にありがとう。どういたしまして。でも、何かあったら遠慮なくタングラム門に連絡してくださいね。今日のことは副司令に一通り報告しておきますから。ああ、その時はよろしく頼むよ。そんじゃ、またな。はい。皆さん、お疲れ様でした。さてと、まずは今週末にあるプレコーエンドの警戒活動か。とりあえず支援課に戻って段取りについて検討しましょう。アルカンシェルにも連絡しないと。捜査一課の動向も掴んでおく必要がありそうですね。そのあたりは課長に頼めば探ってくれるとは思いますが。マクダイル市長もおいでになったみたいだな。そういえば今回の新作に全面的に協力しているんだっけ。ええ、もともとおじい様はアルカンシェルのファンだから。リーシャさんのデビューもすごく楽しみにしているみたい。期待に応えられるといいんですけど。
それよりインという人が言ったように本当に何か起こるんでしょうか。わからない。だが可能性は高いと思う。捜査一課が警戒しているからイリアさんは大丈夫だと思うけど。そうですか。それよりもイリアさんに今回のことを本当に伝えなくてよかったの？劇団長も同じ考えみたいだけど。はい、いいんです。あの人にはイリアさんには余計な心配をしないで輝いていてほしいですから。それが私たち全員の願いなんです。君は本当にイリアさんが好きなんだな。一体どうしてそこまで？この劇団にはかなり強引に誘われてしまいましたけど、でも私嬉しかったんです。クロスベルに来るまで私は決められた道しか歩いていませんでしたから。だからあの人の演技を見てとても引きつけられたんです。ああ、こんな風にただ上を向いて力強く輝ける人がいるんだって。決して手が届かないものだから憧れてしまったのかもしれませんね。リーシャさん、手が届かないなんてそんなことはないんじゃないか。確かに今回の君の役は月の姫。太陽の姫の輝きを受けて映える役かもしれない。でも素人目から見ても君とイリアさんの演技の良さはそれぞれで、君は君自身としていつかきっと輝けるはずだよ。そうでしょうか。なあ、だからこそイリアさんも君を誘ったんじゃないかと思う。今回の事件、俺たちも壁にぶつかったけど、なんとかここもきっと解決してみせるから。だから君も全力で。はい。それじゃあ私そろそろ行きますね。あなたも頑張って。さてと、俺たちもステージが始まるまでどこか別の場所で待機するか。どうしたんだ？
これで無自覚なんだから、立ちが悪いというか。何でもありません。それよりもあそこまではっきりと約束したんだから、今回の事件絶対に解決しないとね。なあ、もちろんだ。皆様、お待たせしました。これより劇団アルカンシェルの新作金の太陽銀の月のプレ公演の幕を上げさせていただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。ここはラの国、天のエイドスの祝福と慈愛により大いなる繁栄を、古来よりラでは姫と呼ばれる舞手によって祭り事が決定されてきた。姫はエイドスの意志を宿し、星の祭典において競い合うことでその祭り事の正しさを世に知らしめる。しかしそこには様々な思惑も絡み、有力者たちは競うようにしてそれぞれの姫を擁立するのだった。そんな中、太陽の姫と謳われる当代一の舞手の姿が星の祭典にあった。始まったか。しかしすごい盛り上がり方だな。本当だったら私もこの目で見たかったわね。一家の人たちが羨ましいわ。でもそんなすごいステージが目の前で行われてるっていうのに、ケイ君逆に辛くないかな、それって。そうかもね。それじゃあ私たちも劇場内の巡回を始めましょう。ただし一家の人たちがいるから観客席は覗くくらいにしないと。ああそうだな。こちらロイド、二人とも聞こえてるか。ああ聞こえてるぜ。どうやら始まったみたいですね。ああこれから劇場内の巡回を開始する。そちらは引き続き劇場周辺の警戒を続けてくれ。了解しました。サイトも来てくれたのでこちらの方は完全です。そうか。変な奴がいたら連絡する。ステージに見とれて一家の連中に見つかったよ。なあ分かってる。巡回を始めよう。まずは一通り回りながら劇場内のスタッフに声をかけて異常がないかどうか確かめるんだ。ええ、分かったわ。
S 席は異常なし。ま、ダドリー捜査官がいるからこっちの方は心配なさそうだな。そうね、他を回ってみましょう。ここは貴賓席か。制服警官しかいないけど大丈夫なのか。まあ、アーネストさんはおじい様の護衛でも何か起こった時も十分対処できると思うけど。それもそうか。どうやら異常はなさそうだな。それにしてもイリアさん、とんでもなくすごいな。そうね、もう離れましょう。このまま見ていたら引き込まれてしまいそう。ああ、これは第一幕が終わったみたいね。こうして日の一族が擁立する太陽の姫に新たなる姫が名乗りを上げたのです。その姫の名は月の姫。ラの国の勢力を二分する夜の一族の擁立した、ま、thank you.
第2幕が始まったか。リーシャ、頑張ってるみたいだな。ええ、かなりの拍手だったわね。それじゃあ、また一通り回ってみましょう。まあ。大丈夫そうだな。しかしダドリー捜査官も大したものだよな。あれだけのステージを前にして警戒が緩んでなさそうだし。ええ、鋼の意志ってか。異常なし。ちょっと警官の注意が散漫になっていそうだけど。まあ、あのステージを見てたら無理ないかもしれないわね。異常なし。それにしてもリーシャ、イリアさんとまさに銀の光をまとった。第2幕が終わった。ええ、盛り上がってるみたいね。エイドスの気まぐれか、それともいたずらによるものか。太陽の姫は月の姫が生き別れた実の妹であることを知る。しかし月の姫はそのことを知らず、氷のような敵対心を向けてくるの。思い悩んだ太陽の姫は白装束と面で正体を隠した上で、森の廃墟に月の姫。そこはかつて幼き姉妹が仲睦まじく遊んだ秘密の場所であった。
第3幕折り返し地点が。しかし、さっきからすごい反応だな。ええ、それだけ今回のステージの完成度が高いんだと思う。このまま何事もなく終わってくれるといいんだけど。ああ。犯人は捕まえられないけど、それに越したことはないよな。盛り上がってるな。まさか二人が姉妹という設定だったなんて。この先どうなるのかしら。じゃなくて、そうね、巡回に専念しないと。ダドリー捜査官、警戒は怠っていないみたいだけど無理もないわ。アルカンシェルのステージを見て心が動かない人はいないでしょうし。大丈夫そうだな。警官はともかく、アーネストさんは周囲を警戒してそうな感じだし。